青木さんはダンスを踊る、見せるという仕事に対してエゴイストですか？それはどういうところで？満足って誰がするのかって言った時にその人がするので、よく自己満足とかって話がありますけど、自己満足以外の満足はないですって言った人が、まあ、言葉のあやであって、なんかそのアーティストがその、まあ、そもそも自己満足、満足できてないものを自分の作品で呼ぶかどうかっていう時に、まあそれは自分で自己満足作るまでやらないとダメなんじゃないかなっていうのがあって、もちろん妥協とかね、あれとか許す、できないとかはあると思いますけど、満足のためにやっているっていうのが、まあ基本にありますね。十分な満足したいから、自己満足をまず目指す。で、願わくばその満足し、自分の満足をしているときに、グループでやってるのであれば、その満足の方向性がみんな割と似ててほしいというか。みんなの満足と自己満足の塊で、グループの満足にしたいとか。で、そこにお客さんが見てたら、お客さんも満足するとか。なので、基本原理としては、皆さん自分を満足させるためにやってほしいというか。で、まあ、戦いになったりとかね、例えばこう、風になった時に、まあ、相手を潰してまで自分の満足をっていうふうになると、まあ、その満足度が下がるわけですよ、結局は。で、お客さんの満足度のパーセンテージもどんどん下がっていくわけだから、それは妥協っていうよりは、どこまで広く構えられるかっていう、また構えの話になっちゃいます。その前はトップアーティストばっかりで集まって、パーンってイベントみたいなのを組んで、一瞬で、わーって効果を上げるみたいなのがやってたので、なんかそれはもう新国立劇場とかでやらせてもらったわけですよ。ある意味、一番良かった時は。ただそれが終わったらさって終わっちゃうし、通過なメンバーではやるんですけど、それ以上深みには入れないんですよ。だったら、まだまだそこまで行ってない子たちでもいいので、自分と長い時間付き合って、で、イベントが終わっても、ずっと日常的に一緒にやれるものみたいなものにちょっと欲しくなってグループを始めたって感じですね。なるほど。青木さんにとってのダンスとお金の関係について教えてください。コロナが来る前までは、まあ、すごい不幸せな状況まで陥ってたんですね。なんかその毎日本当にやんなきゃいけないことのタスクに溢れて、で、それが、もう、細かく計算しなくても、お金にちゃんと変わっていくっていう状態で、まあ、家族3人ですけど、共働きですけど、まあまあ生活できるかっていうふうになってたので、で、今ちょっとそれが崩れちゃったので、このインタビューがね、半年前だったら、それで、うまく結びついてますって答えられたんですけど、なので、ちょっと、今は答えづらい部分がありますね。まあ、ただ、さっきの仕事であって仕事じゃないって話もあったんですけど、自分がやってる行為そのものがダンスで、それがお金に変わるものと変わらないものって、もう結構分けれないっていうか、お金がに、えっと、ならなくても、例えば毎日レッスンしてなきゃいけないし、とか、毎日レッスンというか、まあ、体はちょっと研ぎ澄まさなくちゃいけないし、出番がなくても。で、助成金はもらえるかもらえないかわかんなくても、書類書かなきゃいけないし、アーカイブは売れるわけじゃないけど、やっぱ整理しとかないと、何か聞かれた時に答えられないし、とか。やっぱり自分がじゃあ一回踊ったらいくらとかっていうのとかも、一番そんなの微々たるもので、踊ったからってもらえるお金なんてそんなに大したことなくて、一番は振り付けとか指導ですけど、なんか、じゃあそれをするためにも、今世の中どんな感じとかリサーチしてとか、若い子たちと付き合って何が面白いかとかしなきゃいけないし、なので、どれが本当にお金に、商品としてとか、対価交換として渡せるものかどうかわかんないんですよ。何が売れるかわからないけど、耕し続けなきゃいけないっていう。
古典とかだったらまた違うのかなとは思うんですけどね、あの古典バレエとか。でもその現代アート的なダンスをしてる以上は、うん、なので保証はちょっと作れないっていうのと、続けるしかないっていうのと、あと前々からその20代の頃から大概自分の中に絶対あるはずであろう価値をお金に変えようって思った瞬間に体の体調崩すっていう癖があって、なんか知んないけど多分お金だけやっぱ結構ストレスを感じるんですよね。なのでできるだけ切り離して、やってるかな。まあですごくやっぱ優しくなれなくなる、先にお金だと。なので何かやっちゃってから、これって実は結構お金かかってるんですよねって言って、お金ある人から請求してもらった方が、もうやっちゃってから。でもやる前からいくらなんですか、いくらなんですかってなってた時期もあったんですよね。それは本当に体調悪くなるし、いい仕事にもならないし、いい仕事にならなければ次頼まれないしっていう負の連鎖になるので、お金はすごくあったら便利。で、使った方がたくさんいろんなことができる。でもなくてもできることもたくさんあって、まあできることからスタートした方が、まずやっちゃった方がストレスなく結構いくらかかりましたって言えるじゃないですか。っていうのはまあ今は心情にしたいなとは思ってます。青木さんにとってダンスをする上で望ましいと思える環境を教えてください。うん、これは今なのでまさしくゼロでそれを作ろうとして作ってるところなんですけど、毎日じゃなくてもいいんですけど、まあ、定期的に体を感じる時間、つまり僕にとってはダンスをする時間が、時間と場所、これ場所が結構東京難しいんですよ。まあ、自分一人だったらここでもできるんですけど、まあ、やっぱりそれをするための場所に行くっていうのと、まあ、そこに仲間がいるっていうのと、あと、学び、繰り返すだけじゃなくて、なんか教えてくれる人、まあそれはダンスのテクニックだけじゃなくてもよくて、例えば本当に僕らだったらゲストで現代音楽の作曲家を呼んだり、お医者さんを呼んだりとかして勉強会とかもしてるんですけど、だからその学びをくれる人と、あと僕が一番学べる対象としては、まあ自然の摂理っていうか、まあ田舎者なので、やっぱりその自然って言っても大自然もあるし、なんか自然の摂理も重力とかもそうなんですけど、こうなったらこうなるっていうのは結構、なんていうか、もっと大きな枠に包まれた原理っていうのはあると思うんですよね。人間の意志とかあれとかっていうのもそれに対してはすごい小さいみたいな。絶対こうなっちゃうみたいな。もっと強くて、なんか強くてとか大きくて、そういうものが分かれる場所、分かる場所というか、分かる環境というか。だからそれは、行ったそのスタジオの中になくてもよくて、なんかその行く途中とかあれとか。なので、なんかそういうものを感じれる場所。なんかそういうのを、こう、まあ、定期的に活動として行えるようなところが、ある人が続けられるんじゃないかなと思ってます。その、青木さんって出身どちらなんですか？田舎っておっしゃってたんですけど、さっき。僕はね、東京都なんですけど、あきる野市って言って、昔は五日市町って言ったんですけど、東京都のこのたらこ型のこれのこっちの端っこの方なんですよ。なので、この間も撮影でみんなに来てもらったんですけど、いわゆる地方都市に住んでる方の地方なんて僕にとっては町で、もう、熊いますからね。ツキノワグマいて、猿、キズ、イシ、イノシシ。もうみんな、猟友会で銃で取るみたいな、そういうところで少年時代を過ごしたので、結構、なんていうか、趣味は崖を登ることだったんですよ。手頃な崖を見つけると登ってみたい。道がなくて。ロッククライミング。いやいや、そんなおしゃれなもんじゃないです。もう雑草が生えまくってるとこ、ただよじ登る。なんか、最短距離で、学校から家に帰りたいっていう試みをやったりとか、なんかそういうサバイバル的なものが好きだったんで。で、そこでこうやったらこうなるっていう身体感覚を覚えたんですよ。結構もう登っちゃってから下見たら落ちたら死ぬなって思ったりとか。でも今見たら大したことない崖だったんだなぁなんて思う。まあちっちゃい頃はやっぱりでっかく感じるんで、何でも。
そういう野原を駆け巡る嫌いのでしたね。なんでこう思うのかなっていうところをこう考えていくので、そうするとやっぱ幼少時代の経験ってすごく大切で、どうだったとしてもなんですけど、なんかそこでの体験とかやったこととかそのままこう価値観になっていくんだなって思いますね。コロナで影響を受けましたか？受けました受けました、うん、仕事をもうとりあえず全部キャンセルですね。で、だから今8月じゃないですか。で、それに付随することまで多分年内の仕事を、いわゆるゼロの活動じゃない最初に言ってた振り付け指導の、僕は割と飛行機に乗って新幹線に乗っていろんなところに行くんですけど、それも全部オールキャンセルだし、今東京がひどいので東京から来てくれるなっていうのがあるので、で、なのでオンラインではやってあげたりもしたけど、でももう今はもうやらんでおこうって感じですね。あとはまあゼロも3年間やった、その青木のグループワークプロジェクト時代の3年間の集大成をそこでやるつもりだったんですけど、それももう1週間前にも全部とか、もう最後は2日前とかにやっぱりできませんになって、で毎月やってるイベントとかも4、5、6キャンセルになって、まあ、7月に1回やったんですよ、初めて。で、それも、もう本当に、本当はわーって集まったりとかするんですけど、もう各自メンバーが1人ずつとか、3人までお客さん呼んでよくて、で、15分でやって見せて帰ってもらうみたいなのを、まあ1日かけて何回繰り返せるかっていうので、トライアル公演っていうのをやったりとかしますけど、まあ、それ以外はもう、全部キャンセルですね。あとは週4でトレーニングしてるんですけど、それも4月5月は全部ズームを取り入れて、モチベーションだけどうつなぐかみたいな感じでやったり。解決策としては、まず今できないことはやんない、まあ、できることを考えるってことですよね。何だったらできるのかっていうことを考えるときに、まあこれが良かったことですけど、あ、僕これができるじゃんとか、例えばもう映像作品作るようになった時に時間があるので、自分普段だったら週4でオンラインで4時間やってたんですけど、で稽古場に行っても4時間、ただ往復の時間ないんですよね。東京でやっぱり往復とかするとやっぱりその半日仕事4時間だったとしても前後に2時間ぐらいついて、もう半日仕事だいたいそれ1日終わるぐらいとか、いろいろあるのもないので、まあ、4時間だけパッてみんなでトレーニングして、あとはもうひたすら編集ソフトを学ぶ勉強をしたりとか、でそれで実際編集したりとかアニメ作ったりとかしたりとか、あとオンラインのレッスンとかするのにこう自分のポイントワークっていうメソッドをもう体系化するためにちょっとフォーマットを作ったりとか、あと、普段だと、良かったこととしては、なんか、普通、スタジオでレッスンすると、いっぺんに30人とか、地方のスタジオ行くと見るんですけど、やっぱりその前に出てくることの距離、コミュニケーションが強くなるわけですよ。やりたい子たちに。で、表現してくる子たちで、ちょっと奥的に行くと、遠巻きになって、で、その子との距離のコミュニケーションがやっぱ薄くなるんです。ただ、ズームだと全員30人バーンって画面出てくるので、意外と一人一人とのコミュニケーションが取りやすくて。で、なんかこう自分、あ、この子やる気がなくてそこにいるのかなっていうのが、ただの表出で、やる気はすごくあったんだっていうことが、こう個人認識がすごくつかまったりとかして、そういういいこととかも結構ちょいちょいありました。で、しかもやっぱ、普段だと、なんかその、貴重な時間なので、ついつい踊らせちゃうんですけど、ガンガン体を動かせちゃうんですけど、そうじゃない、その、体の仕組みとか、ちょっとした解剖学的なことだったりとか、歴史だったりとかも、資料を用意して、まあ、授業というか、授業できるんだと思って。それはなんていうかな。ある意味、時間に対する感覚が変わったのは良かったことですね。なので、
まあ、解決策かどうかは分からないけど、じゃあそのための準備っていうと、今までやってきたスキルで、まあ、ルーティン化してきたものも全部リニューアルしなくちゃいけないので、それこそ収入にする術はまだ全然見つかってないんですけど、やりたいこととやれることがもう無数にこうイメージできるわけですよ。なので、まあ、解決はしてないんですけど、忙しいです。めちゃくちゃ。そうですね、新たなツールを得たっていう感じで。そうなんですよ、うん、可能性として今後考えられることを教えてください、うん、なんで分かんないですよ、コロナはどうなっていくか正直分かんないんですけど、その、まあ、今自分がじゃあ映像作品になっているのを1個ね、舞台でやるためのものを、まあ、助成金も取れてたので、でそのまま延期してとか、いらないですって返してやらないってこともできたんですけど、逆に僕今ってすごい人類の中で貴重な経験をしてるなと思っていて、でそのタイミングで助成金取れたりとか、そのタイミングでグループがこう体系化したりするのも、まあまあこれもまあ運命でしょうと思っていて、なんか今できることで何かしたいと思って、まあ映像作品にしたんですけど、で、この作品、この時期が来る前から僕はなんていうかな、世の中で、こう、結構、解決もしてないのにダラダラと先送りしていける問題ってたくさんあるなってすごく思ったりとかしてて、まあ、例えば環境のこととかなんとかなんですけど、政治のこととか、教育のこととかなんですけど、まあ、そんな深刻じゃないけど、違和感はすごく感じた。田舎者として都会ってこんななんだっていうような、まあ、違和感があったりとか、まあ、改めて、そのインターネットがわーってなった時に、いろんな情報が世界から入ってきて、戦争も終わってないしとか、いろいろ、まあ、入ってくるわけですよね、いろいろ。でも何もみんな解決できないまま、ずるずると言っているっていうものが多くて、で、その中でなんかこう、何を自分は大切と思って、何を価値観として、子供ができたこともそうなんですけど、何をこう未来に持っていくんだろうっていうふうにちょっと考えるようになった時に、13年後の世界を悪い想像で描いてみようと思って今映像作品作ってるんですよ。で、例えば今新型コロナウイルスってすごく言ってますけど、今新型かもしれないけど、これが旧型になった時にまた新しい新型って出てくるわけじゃないですか。で、そのウイルスがどん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 出てきたりとか、10年3年からなので、あと12個出てきたりとか、年に1本だとか。あとは、まあ、環境のことで言ったら温暖化どんどん進むとか。そしたら自然の、なんだろう、猛威がどんどん振るわれるとかで、まあもう、じゃあ例えばですけど、人口半分ぐらい減っちゃいましたとか。なんかそういう世界になった時に人間っていうのが、まあ、ちょっと一番怖がっちゃうのは死を怖がっちゃうのかなとか思ったりとかして。で、人間が死なない世界っていう。死なないために努力する世界っていう。でもなんかそれって僕が思うその自然の摂理と結構ずれてるんですよね。言ってみたら、やっぱり生命っていうのは生まれて死ぬわけなので、とか。そういうところとかを、こう、まあ、あえてやって、で、最後に思いっきり今ある残されたこの肉体のありようでダンスを踊るってことで、そのギャップで、なんかこう、今、普通にみんなが思ってある、と思ってるけど、それって何かのこのリスクによって支払われてるものなんだろうなっていうのをこう感じてみないかっていう、ちょっとそういうふうな考えまして、今作ってるんですけどね。なので今後どうなるかわからないけど、すごく大切にしなくちゃいけないものを自分の個人個人ですね、は結構、本気で守らないと多分、なくて当然の世界になってきちゃうんじゃないかなと思って。今はあるのが当然だけど、やっぱり、それがあるってことに対しては何かがなくなってる方結構対象のものがあって、例えば便利さだったりとか、ね、すごくこう、いろんなものをこう、捨てて便利さ取ってるんですよね、多分。そうだと思うんですよね。うん。今おっしゃられた中で捨てられていくものって人の気持ちじゃないかと思うんですよ。そういう意味で私はこのインタビューでその普段は聞かれないような人の気持ちの部分
を私は聞きたいなと思ったんですよね、うん、なんか結構無視されてるとこが多いなと思って、今の政治の動きから何から見てもね。そうなんですよね。なので例えばそのじゃあこうやってオンラインだったとしても、血の通う会話って本当はできるんですけど、それは普段こうやって会って、例えばカフェで話してる時よりも、それを感じ取るための身体感覚はもう数倍必要なわけなんですよ、実は。そういう意味で、じゃあ子供にオンライン教育するのだったらするでいいんだけど、なんかじゃあそういうふうなことを大切にするオンラインにすればいいんだけど、まあはい、これでやったでしょ、授業料同じだけちょうだいね、みたいなふうな教育の仕方になってくると、学校ってそれだけする場所じゃないからとか、なんかその辺はなんていうかな、大人の、その、言ってみたら多分経済の事情なんですね。経済というか、うん、お金の事情っていうのは結構大きくて、だからそこに何かこういろんなものがいいんだけど、でもそうやっちゃったからには何かなくなっていくぞっていうのは自覚してやってるっていう。自覚して、じゃあその道なんだったらしょうがないじゃんって思うんですよ。ただ知らないうちにとか隠されてとかは嫌なんですよね。ですね。うん、なので気がついたら、そうそう、でも僕ら多分、僕らというか僕40いくつで、いろんなことのを教育の中でやっぱその無視見せないようにっていうのが結構あったような気がします。多いですよね。多分その方が都合が良かった。うん、確かに。なのでそうなるとこう考えさせられる頭を良しとされなくて、言うこと聞いてくれる方がいいので、なんで、めんどくさいことごちゃごちゃ言うなとかなっちゃうわけですよ。でも、アートとか僕ら想像力っていうのはめんどくさいところに行きたがるわけなので、うん、でも、今、小学校とかすごくこう、変わってきてますね。ちょっと。やっぱ教育もちょっとやっぱ変わってきてて、アクティブラーニングとか、その自主性っていうものをすごく強調するようになったので、ただ今度それをじゃあ作れる、まだ先生たちとか、メソッドとかフォーラムがないので、ちょっとアーティスト入れてみようかとかっていう動きもすごくいいなと思うし。なので、いいですね、希望はすごくありますよ。なので、グループでもそこは、なんて言うんだろう。まあ、好きでやってた踊りだけど、じゃあどこかこう仕事に変えたいとか、ずっと僕みたいに踊りばっかしたいっていう人には、じゃあそういうことにこうトライする現場に一緒に行ってみようかとか言って、嫌じゃなければ。やっぱり人前でダンスを踊って気持ちよくなって、それでお金がもらえたらラッキーって思う人ばっかりば、もうやっぱ多いと思うので、それでいい人はそれでいいんですけど、やっぱその無自覚の中で、自覚した中で、こういうやり方もあるよとか、やっぱ人のためになると結構楽しいんだとか、なんかその反応があるって嬉しいので、そういうメンツが今結構グループの中には多くなってきてますね、やっぱり。なんかそれこそ生活とつなげたいんですよ、自分の好きなこと。であれば、ちょっと自分がダンスっていう枠を広げるしかないかなっていう。